ですか。いつも海空 Vlog をご視聴いただきありがとうございます。今回は念願だった東京ステーションホテルのアトリウムでの朝食ビュッフェの Vlog です。楽しんでいただけたら嬉しいです。それではご覧ください。スタート。全体撮ってもレンガ側には洋食と和食が盛りでご用意してまして、はいはい、レンガの左横シェフが立ってますところにご飯、お味噌汁、卵丼などご用意しております。はい、thank you.
マスク入れとおでんになってます。はい、ではいただきます。美味しそう。美味しそうね。最初に、うん、なぜかショートケーキから。いただきます。前菜、はい、ショートケーキ。もう食べたかったです。ブルーベリーカシスムース。ちょっと続々来るね。後でこれ食べて。トマト超うまい。トマト。トマトがね。超美味しい。本当？これがプリン。そしてパン。ではコーヒーで乾杯しましょう。お待ちしてました。ありがとうございます。乾杯。いただきます。おはようございます。はい、ありがとうございます。すごい、すごい、先に食べちゃう、はい、こちらお好みで、オリーブオイルと土佐のお塩をご用意しています。はい、はい、はい、ありがとうございます。この天ぷらになってる。はい、小さいのが天ぷらになってます、はい、で、大きいのがボイルした状態です。はい、ありがとうございます。美味しそう。すごい、これすごい。ベネディクト1位出た。1位出た。1位出た。まあまあ食べてるけど。うん、本当。うん、すごいね。今日特別料理アスパラです。ホワイトアスパラ。すごい立派なアスパラだね。そのまんま。うん、これも最初のなかった。うん。ね。美味しい。美味しいね。よし。また来たいな。ここまた来たい。ねえ。もうまだ一回しか食べてないけど、また来たいよね。あそこももう一回行ってみたいなと思った。ニューヨークグリーン。行きたいね。季節で変わるんだってあそこも。ねえ。帝国ホテルも。これ優しい。うぐみちゃん。うん、そうそう。うぐみちゃん。かわいい。なこれがすごくかわいい。うん、これ美味しい。美味しい？それね、優しい。味が？うん。何嘘？優しい。うん。これがサンドイッチ。おいしい？おいしいの、なんか。はい。はい、ありがとうございます。おいしそう。お肉料理です。お魚料理です。お味噌。お味噌。うん。これ自分も使うかと思ったら。あ、天山寺味噌。なるほどね。うん。では、トリュフ入りオムレツいただきます。楽しすぎる。うんね。一番楽しいと思う。うん。なんかゆったりできるね。そう。あとね、これだからね、並ばないんだよ。そう、もうパパパパ取るから。そう、これ器はすごくね、正解。小分けにしてるのよね。シラストースト。うわ、フルーツグラナダ、グラナダ、グラナダ。ちょっとわからなかった。ちゃんと見てもらって、見た感じで決めちゃったから。美味
しい、これメープルシロップが美味しい。美味しい。衝撃。お醤油。このお醤油すごく香りがいいです。ご飯がこれが高知と山形のブレンド。お刺身。今お刺身も、ね、お刺身も、うん、何この海苔、海苔なんかあれだね、レモン酸だね、身の詰まり方が違う感じがする、紫、ね、そうだよね、うん、なんか高級なのかな、エビの心臓、あれ、あの、新庄あん。なぎごはん。ちょうしい。ちょうし大好き。おいしいよね。うん。ちょうしも入ってるよ。しいたけが食べれる。あ、そうだね。うん。なんと、誕生日祝いをして、来ました、ホテルの方からありがとうございます、東京ステーションホテル様ありがとうございます、本当にお気遣いいただきありがとうございます、チョコレートブラウニー。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お楽しみいただけましたか？よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどいただけたら嬉しいです。それではまた次回の海空 Vlog でお会いいたしましょう。